ここ数日、癒しというテーマでですね、動画を作り始めています。チャンネルも作りました。ぜひチャンネル登録していただきたいのですが、その癒しの映像をですね、探しにこれから、ぶらりと行ってきます。2時間以内には帰ってこれるかな。そしたら今日は土曜日ですんでね、クロケンおじさん勝手に歌うチャンネル、こちらの方もやります。近所の公園まで、撮影に来ました。この川沿いの公園ですね。こちらでは、マオイママさんがセミがふ化というか脱皮しているところですねを、発見したという証言がありますので、それをちょっと狙って、またはこの下に川があるんですが、川には、せせらぎに小魚が泳いでいたよという母の、証言があってですね、こちらも同時に狙いに来ました。このカメラはですね、こちらミラーレス一眼レフのキャノン、EOS M5 風防付き。今ちょっと風が吹いているので、風防必要かと思います。こちら今撮っている方にはついていないので、ちょっとボーって音するかな。それほどでもないかな。頑張ります。それからですね、こちらのこれは小さいミニ三脚になるんですけれども、確実に、狙うものがあれば大きい三脚を持ってきますが、今日は機動力を考えて小さい軽いものを、この程度のカバンに入れて持ってきました。今ですね、糸トンボ、黒いやつ、あれなんていう糸トンボかな、を撮影成功しましたが、もう一つ背景がね綺麗じゃなかったんで、少し綺麗そうなところに移動します。自転車で走っていたらですね、何でもない公園、何でもないというか何にもないかな、遊具が少しあってベンチがあるだけというところですね。でもだいぶ広い。あ、お水を飲むところがありますね。この辺も花とかいっぱいあるんだったら撮影にいいんですが、ほんのちょっとあるだけですね。そこに何かが起きていればいいんですけど。はい、このような形でですね、撮影を繰り返しています。これはもう数こなすしかないね。自然に触れるのに困ったらですね、大体神社ですかね。ちょっと寄ってみます。ジャン君、ポンちゃん気持ちよさそうに今起きました。寝てたかと思ったら、カメラを向けられると僕たち起きちゃうんですよって、はいはいはい、そしてモデルさんです。いただき物のタイム。はい、ポンちゃんほら
猫専門猫パックだって。カルディ。カルディさんだよ。東京に住んでる時はすぐ近くにカルディがありましたこういうのやってたんだね。でもそんなにしょっちゅうは行けなかったからね、全然気づかなかったね。はい、いただきました、ありがとうございます。これも入ってたな。これ猫バッグ開けるのもったいないけど開けないとね。なんか猫バッグほらなんか封がしてある。中入ってる。入ってるよ。じゃあ早く開けなきゃ。こんなのもらったの。これはちょっと面白いじゃん。いちごデザイン、いちごさん、こっちお茶さん、かわいいね。なんか面白い。なんだろう、モケケ静岡。か何かいるよ、後ろにいるよ、気づくといるよ。あ、妖怪かな。静岡にしか現れない目撃発生。あ、これにもウナギがいるんだほら、ウナギ。はい、じゃあ開けましょう。これこれ、よいしょ。はい、ちゃんくんたちにね、ちゃんくんとこんちゃん用にしようね。きゃー、これ取っちゃって。開けるの？お、綺麗に開けられそうだ。よかった。よいしょ。ほら、ポンちゃん行っちゃうの？ポンちゃん。ポンちゃん行っちゃうの？画面真っ黒よ。ポンちゃんはそれ、それに入ってたんよ。それシュリシュリしてるな。よいしょ。あ、ダメだ。綺麗にできなかった。綺麗にぴったり半分にしたかったんだけど難しい。あ、まだ大丈夫。でもバッグスリスリ始まりましたけど。はい、ピョン君とポンちゃんのが入ってるかな。猫の日専門の特別のバッグなんだって。はい、お、お、これあれか、あのなんだっけ、熱いの持つときの鍋敷みたん、あの熱いの手を、でもあれ鍋敷とか熱いのを置くときもいいかもね。両方使えるね。あ、こっちもミトンね。こっちとこっちとね。はい、おさらい。おしゃれじゃん。ポンちゃんの尻尾よかったね、ポンちゃん。お、クッキー。はい、クッキー。にゃんこの柄クッキー。ここでいい。ちゃんくん、ちゃんくんあそこ、こんにちは。お、これはお茶かな、コーヒーかな。カルディだからコーヒーかな。ジャン水出し、ジャンナッツパッション水出し用ティーバッグ。パッションってパッションフルーツのパッション、違うか。ね、セイロンティーにマリーゴールドの花びらを加え、南国で採れたパッションフルーツの香りをつけたフレーバーティーです。パッションフルーツの爽やかな香りはアイスティーにおすすめです。あ、はい、ありがとうございます。これもニャンコの柄だよ。あれ、どこ行っちゃうのポンちゃん。あ、まだなんか行ってもいっちゃう、はい、ケーキ、スティックケーキ、全部同じ猫の柄がついてる。そうそう、にゃんこの、にゃんこの日、にゃんこの日、なんか特別な、特別バージョンで、はい、どうもありがとうございました。また使わせていただきます。そして食べます。食べます。あ、これこういう風になってるんだ。よいしょ。これがね、取れるんだね。こうやってきっと、ほら。なるほど。なるほど。何かを掴ませるってことね。こうやって。か、引っ掛けられるとかじゃない。こうやって、こうやってできるってことじゃない？そういうことですね。あれ、なんかちょっと可愛いっす。はい、可愛いものがどんどん増えています。ありがとうございます。どうもありがとうと背中で申し上げております。